ブランドン・フィリップス、ブランドン・エミル、フィリップス、ブランドン・エミル・フィリップス、1981年6月28日体は、アメリカ合衆国ノースカロライナ州、ローリー出身のプロ野球選手、二塁手、右投げ右打ち、MLB ボストン・レッドソックス所属。愛称は、ダット・ドユード、ダット・デュード。1996年のアトランタオリンピックでは、野球競技で、 バッドボーイを務めていた。ジョージア州の時代は、バスケットボールと野球をプレイした。好きな野球選手は、シンシナティレッツの遊撃手だったバリー・ラーキンの MLB ドラフト2巡目、全体57位でモントリオール・エクスポズから指名され、プロ入り。6月27日に、バートロコローンとのトレードで、リー・スティーブンス、グレーディサイズ・モア。 クリフリーラと共にクリーブランド・インディアンスへ移籍した。4月7日にレッツへ移籍した。再び二類種のレギュラーとなり、自身初の満塁本塁打を打つなど打率。276.17本塁打、75打点、25盗塁を記録した。は、チームの中心選手として活躍し、7月3日のサンフランシスコジャイアンツ戦では、サヨナラ満塁本塁打を打った。 9月5日には28号本塁打を打ち、上毛ガンが保持していたレッツの2類のシーズン、本塁打記録を更新。9月27日には30から30を達成。2類種での達成は、アルフォンス・ソリアーノに次ぐ MLB 史上を2人目。シーズン終了後、年俸調停権を得たフィリップスは、の年俸として420万ドルを要求。 これに対し、球団は270万ドルを提示したが、2008年2月15日に年俸調停を避け、4年総額に700万ドル、5年目の2012年は球団オプションで契約延長した。2008年の打撃成績は前年より低下し、レギュラーシーズン最後の17試合を右手人差し指の故障で離脱したが、初のゴールドグラブ賞を受賞。 4月10日から7月8日にかけて二類種として、フレディ・サンチェスに次ぐ78試合連続無失策を記録したり、二類種としてリーグ1位の守備率990を記録。は3年連続で20本類代上を記録。他の部門では二類打30本打点98打点四球44死球で自己最高の数字を記録した。 は3年ぶりに、シーズン100得点以上を記録。前年に自己最高の数字を記録した二類打と死球はさらに増えたが本類打は20本を下回り打点もレギュラー定着以降で最低の59打点に止まったまた盗塁も初めて20を下回ったばかりか盗塁死が自己最悪の12に上ったため盗塁成功率は57%という低い数字だった 自身初の打率300を記録。またシーズン終了後には2年連続3度目のゴールドグラブ賞を受賞する。一方で、盗塁数は14と、レッツに移籍してから自己最低の数字に終わる。シーズン終了後に、球団はフィリップスのオプションを行使し、2012年もレッツでプレーすることとなった。 4月10日に2017年まで6年7250万ドルで契約延長を行った。開幕前の2月27日に第3回ワールドベースボールクラシックのアメリカ合衆国代表に選出された。同大会では2番セカンドのレギュラーとして出場した。シーズンでは2年ぶりにオールスターゲームのメンバーに選出された。レギュラーシーズンでは例年2番を打つことが多いが、 この年は一番アキン・マ守ると3番、上位ボットが4割以上の出塁率を残しいたため、シーズン途中から2番にボット、4番、ジェイブルースが3番になり、フィリップスが4番を任された。4番に座ってからは、打点が伸びたが、打率は3割近くから急落し、最終的に打率。261.18本類が、103打点、5盗塁、 アップス0.706という成績を記録。100打点を超えたのは自身初で、リーグ4位の数字だった。その一方で4番に座ったことで走る機会が激減し、8年ぶりに盗塁が2桁を割り込んだ。守備では151試合で守りにつき、9失策、守備率、987DRS1 という成績を記録、2年ぶりにゴールドグラブ賞に選出された。なお、 野球と直接的に関係ない部分としては、フィリップスの出塁率の低さを、ツイッターで指摘した記者にバリ増減を抑せるという、失態を演じた。は、左手の親指を手術したこともあり、一定期間故障者リスト入りした。この影響もあって121試合の出場に止まり、2005年、以来9年ぶりに規定打席到達を逃した。打撃成績も低調で、打率。 266.8本塁打、51打点、2投塁、アップス0.678という内容に止まった。本塁打が15本未満、アップスが0.700未満だったのは、いずれも9年ぶりだった。は148試合に出場し、再び規定打席に到達した。バッティング面では、打率。294.12本塁打、70打点。 アップス0.723という高成績をマーク。打率は、ここ4シーズン、アップスはここ3シーズンで、最高の水準と、調子を維持した。また、19二塁打は、レギュラー定着後で、初の20未満ながら、ちょうど通算302塁打を達成。総塁面での調子も取り戻し、6シーズンぶりの20超となる23トールを記録。これは、リーグ1 1位体の数字だった。 141試合の出場で打率、291.11本類六64打点、14、盗塁を記録。二類打は前年の19本から自己2位となる34本へと増加。一方で、列追跡後で最小となる18支給を記録した。2月12日にカルロス・ポルトゥオンドとのトレードでアトランタ・ブレーブスへ移籍した。学生時代を、 ジョージア州で過ごしたため、地元のブレーブスでプレーする夢が叶ったとコメとした。シーズンでは5月22日のピッツバーグパイレーツ戦で通算200本塁打を達成した。200本塁打、200盗塁を達成した二塁手は史上6人目。しかし、オジーアルビーズがメジャーに昇格して、生じる一手として起用されたことに伴い、控えとなったが、8月2日以降より三塁手に、 コンバートされた。2017年8月31日に、トニー・サンチェスとのトレードで、ロサンゼルス・エンゼルスへ移籍した。9月1日のテキサス・レンジャーズ戦で移籍後初、出場した。オフの11月2日に、FA となった。6月27日に、ボストン・レッドソックスとマイナー契約を結び、7月5日に、参加のトリプル A 級。 大ータケットレッドソックスへ配属された。9月4日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。背番号は例に決まったが、これによりフィリップスがレッドソックスの球団史上初めて着用した選手となった。コンタクト技術に長けて三振率も低いが、早打ちであまり指揮を選ばないため、打率に対して出塁率が非常に低い。 これまで打率2割8分以上を5度記録しているが、出塁率3割5分以上は1度しか記録しておらず、2は野球記者との出塁率に関するツイッター上のやりとりが問題となった。レッツ遺跡2年目のからまでの6年間で、DRS はプラス51、ザーはプラス62.0を記録している。しかし、以降は RF でリーグ平均未満を記録している。 からの4年間で DRS はプラス5だった。終了時点でレッツの球団史上9位の通算1774アンダ現役2類種で2位の4646補46札を記録している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。